マドン監督、あそこまで飛んだ打球を一度も見たことがない。一度たりともね、エンゼルス8位7ヤンキース、日本時間31日アナハイムエンゼルスの大谷、翔平投手は30日、日本時間31日。本拠地、ヤンキース戦で2番、指名打者で、先発出場し、5回の、 第3打席で一時勝ち越しとなる42号空を放った。チームは8から7でセリー勝手に連勝。飛距離431フィート、約131。4メートルの特大弾。試合後。ジョー・マドン監督は、あそこまで飛んだ打球を一度も見たことがない。一度たりともね、と驚愕した。 特大アーチは同点に追いつかれた5回戦闘。今季途中まで同僚だったサワン、ヒニーから両リーグ最多42号ソロをかっ飛ばした。KK と右翼フェンスを越えるムーンショット。431フィート、約131。4メートルだと聞いた。そういうことに興味はないが。驚くしかない。 数字以上に飛んでいるように見えたと続けた。本類打大争いでは、リーグ2位で38本のロイヤルズ、ペレス、ブルージェイズ・ゲレーロ・ジュニア、に4本差をつけた。シーズン51発、ペース。右手に150キロ直球を受けて、痛みが引かずに31日、同9月1日の本拠地、ヤンキース戦の登板を回避したが、 打者、大谷翔平は健在だ。チームも、強力ヤンキース打線に打ち勝った。地区優勝。ポストシーズン争いを繰り広げるヤンキースにとっては、低体いっぱいとなった。大谷翔平に42号ソロ被弾破れた敵将は、顔しかめ、良い気分はしなかった日に良い,いの被弾に、文監督、執刀を、 大谷に持っていかれた、エンゼルス8位7位ヤンキース、日本時間31日アナハイムエンゼルスの大谷、翔平投手は30日、日本時間31日。本塁打大争いで2位に再び4本差をつける42号の、ソロ本塁打を放った。本拠地でのヤンキース戦に、2番、指名打者で、先発出場し、5回の、 第3打席で右翼スタンドへと運んだ。エンゼルスは8から7で勝利。敗れたヤンキースのアーロン・ブーン監督は良い気分はしなかったと大谷翔平に一発を浴びた瞬間を振り返った。2打席連続で見逃し三振に倒れて迎えた第3打席。同点に追いつかれた5回戦投打者として打席に立つと、 今季途中まで同僚だったサワン、ヒーニーから右翼スタンドへ。一時。チームに勝ち越し点をもたらす42号ソロとなり。本類打大争いで猛追してきているロイヤルズのペレス。ブルージェイズのゲレーロジュニア。に再び4本差とした。エンゼルスはその後。7回に。 スタントンの睨んで同点に追いつかれたものの、8回にラガレスの敵地打で再び勝ち越し、最後はイグレシアスが締めて逃げ切った。ヤンキース指揮官は、大谷翔平の本塁打の場面を失投だった。それを大谷に持っていかれた。大谷の HR は、 見ていて良い気分はしなかったと顔をしかめていた。次のオーディオビデオでお会いしましょう。